おはようございます。翌日の朝です。昨日走った海沿いの途中、シェルター前ぐらいに駒屋崎パーキングという24時間明かりのつく利用できる綺麗なお手洗いがあるパーキングがありましたので、本日はここで仮眠を取らせてもらいました。本当はねバイクで来るつもりだったので、島内2カ所あるね町営の綺麗なキャンプ場を利用するつもりだったんですが、まあせっかく家ごと移動してきたので、いつものスタイルで仮眠を取ることとなりました。そんなわけで翌日の今日、空太陽は出ていますが、向かい側の利尻山山頂が雲隠れしています。全体的に薄曇りなんですけども、本日は残る島の南側を堪能していきたいと思います。はい、てなわけで昨日のカフカ港のフェリーターミナルまで一旦戻ってまいりました。今日の南側を楽しむ方法、それはトレッキングです。礼文島といえばですね、高山植物が咲き乱れる花の浮島とも呼ばれているトレッキング大国なんですよね。実はバイクで走るのもいいんですけども、歩いて楽しむことでより礼文島の楽しみ方が広がるということで、前回はね1日目バイクツーリング、2日目は礼文岳の登山をやったんですが、次来る時は今度は丘の上のハイキングコースをですね、ちょっと長めに歩いてみたいなと思っていまして、登山ではなくてその高山植物が咲く丘の上の散策っていう感じで楽しみたいってすごい思ってましたので、今日はそれを南側の方で実行したいと思います。礼文島内のトレッキングコースはいくつかあります。結構ね、いろんなバリエーションに富んでいるんですが、その中でも比較的一番お手軽、コースタイムは3時間ちょっとぐらいの桃岩展望台コースという南側のコースを歩いてみようと思います。それにあたって今回登山口と下山口が別々になるんですよね。ということで、はい、このハイエース&中にモンキーを積んでいるこのセットで来た進化を発揮する時が来ましたよ。下山口にハイエースを置いていき、モンキーで登山口まで行ってハイキング開始して、で降りてきたら回収しに行くっていうので、全部ね自己完結できるという素晴らしい秘策がありますので、それをね実行していこうと思います。の前に、出発口が一番栄えているフェリーターミナル前ということで、ハイキングにはお腹を満たさないといけないよねっていうことでですね、ちょっと気になっていたカフェにお邪魔しまして、腹ごしらえしてからモーニングを取ってから出発しようと思います。下山口に到着しました。ということで、まずはハイエースをですね下山口に置いといて、今からモンキーちゃんを下ろして上り口の方にツーリングがあったら向かっていきます。よし、出番だモンキー、今日もよろしくな。よし、準備完了。それでは登山口の方へ、今度はモンキーちゃんで参ります。さあ、下山口の知床口近く、すぐ目の前には北のカナリアパークっていうね、お向かいの利尻山、利尻島を眺めることのできる映画の舞台ともなった校舎跡を使ったすごいね人気の観光地もあります。下山してきたらですね、ここでちょっと絶景の景色眺めながらカフェでもしようかなと思ってます。これを楽しみにトレッキング頑張っていこうと思います。雲隠れ、ちょっと山頂見えてないけど綺麗ですね。今日もね、薄曇りになっちゃってパキッと青空とはいかないんですが、歩くことを考えたら非常に行動しやすい気候かなと思います。さあ、そして私が今回歩く桃岩展望台コース、本当はですね先ほどのカフカフェリーターミナルから全体を通して3時間から4時間ほどのコースが一番最長なんですけど、今回はですねその一番メインディッシュともいえる桃岩展望台まで車バイクで行けちゃうので、モンキーちゃんで展望台まで行ってそこからスタートと、ということで比較的お手軽なコースとなります。全体の3分の1程度の時間に短縮されますね。ということで、桃岩展望台駐車場登山口の方まで向かいます。
だいぶ登ってきたよ。桃岩展望台1キロ。これね、ちょっと荷物満載の CBR でここ来た時は超怖かったんですけど、モンキーなら余裕だぜ。ひゃっほー、最高じゃん。本当に美しいよね、この丘の緑。これチートだよ、こんな上まで登ってからスタートするの。うわ、すげー。高山植物の宝庫と言われてますが、標高はね、一番高いところでも300メートルほどなんですよ。すごいですよね、最北。あ、来ました、桃岩展望台の駐車場。よいしょ、到着。ちょっと曇ってますが、すでに絶景。そしてね、ふと向こうに目をやると、チャラチャラン、向こう側に見えてる島が多分稚内だよね。そしてハートランドベリーが礼文島に向かってきているのが見えました。おー、ようこそ。で、向こうに見えるのは利尻島なんですけど、山頂は隠れてます。まあ、向こうを見ながら歩いていきましょう。さて、礼文島は花の浮島、高山植物が標高300メートルにも満たない地帯にたくさん咲き乱れている珍しい島ということをさっき説明したんですけど、本来は標高1000メートル以上、2000メートル級のところに咲くはずの花が、なんでここには低い位置に生えるのか疑問に思っていましたところ、桃岩展望台コース桃岩口の方にですね、しっかり説明看板がありました。そもそも高山植物っていうのは、寒冷地に適応した植物が気候変動に伴い高山に取り残されたものなんだそうですね。それが礼文島では強い風、低温、崩れやすい地質などかなりの厳しい環境によって海沿いの低地でも生き残りましたと。また寒い時期に合わせて植物が分布を拡大したり隔離したりっていうのを繰り返したことで、礼文島特有の種が残っていたり、固有種、変種が生じたとされているということです。特にこの辺はですね、礼文層、礼文金梅層、礼文厚森層といった礼文島特有の高山植物を見ることができるそうです。ただ私ちょっと時期外れに来てしまったと思うので、まあ、今回は高山植物見れたらラッキー、基本的にはこの景色を楽しむ感じでね、ゆるーくハイキングしていきたいと思います。残念ながら私植物にね、全く詳しくないので、のんびりね、歩けるようなところだとガイドさんをつけるのもいいのかなと思いました。そういったツアーもね、やってるみたいですよ。じゃん、一応こんな感じで写真付きの説明板もあるので、あまり詳しくない人ももしかしたらわかるかもしれない。もし見れるとしたら、この下の方にある9月の花かな、ギリギリっていう感じ。それでは桃岩展望コーストレッキングスタート。登っただけで来たよ左進行方向が下山口近くの元地灯台、そしてあー桃岩、これだ。じゃじゃーん、このすぐ下に新桃岩トンネルっていうのがあって、本来は縦断道路が東側にしか通ってなくて、西にはあんまり行く道がないんですけど、唯一ね、このトンネルでこの屈強な断崖を貫いたトンネルによって西側に出れるんですよ。それがあの向こう側に見えている、じゃーん、駐車場とユースホステル桃岩荘っていうところがある一帯、まあ、ほぼほぼこれしかないところになるんですけど、向こうからこっちのね、桃岩を見た方がより桃に見えるんですよね、形的には。これ前回 CBR で行った時に向こう側から撮った動画を出してるので、よかったら見てみてください。これが桃岩です。ちなみに、じゃーん、この先に見えているあの岩、猫岩って言われてます。猫が背中を丸めているように見えなくもない。Okay.
西側のクレーって出っ張ってる方まで歩き進めてきたんですけど、これ振り返ったら見て、うおーじゃーん、普段はあんまり見ることのできない島の西側の沿岸部が見渡せますよ。一応ね、こっち側にもちょっと集落がほとんど漁師さんの拠点になってると思うんですけど、ありますね。きれい。だいぶね、登ってきまして、一応ヤマップの地図上で見てみたら、ツバメ山って名前がついている山頂かな、第2ピークぐらいところまで登りきってみました。そしたらね、すごい景色。利尻山の山頂まで見えるようになってました。すごい綺麗だね。そしてこの辺りの丘の様子をよく見ると、ところどころ若干紅葉しているようにも見えます。こっちの方とかも、さっき桃井は裏から見たと思うんですけど、ちゃんと桃に見える側にやってきましたよ。あの赤い屋根は桃岩荘ですね。もう下から行ける西側の限界地点、綺麗。お、灯台見えた。わあ、こんなところに。もう終盤ですね。よいしょ。あー綺麗。あ、分かれ道だ。さあ、知床下山口まで2キロ。ちょっと灯台見ていきましょうか。元地灯台、ここにも知床っていう地名があるんですね。シンプルな灯台だ。昭和29年、1954年。はい、見てください、現在地。北海道のここの、ここ、漁師さんの船とかが結構頻繁に行き来していたりするので大事ですね、灯台ね。
あそれではあと2キロでもう下るのみです。知床下山口までささっと歩いていきます。楽しかったな。下山タイムは2時間ちょっとぐらいでした。結構ゆっくりやって、フェリーターミナルから上りも最初から始めてると全体で3時間ってところだと思うんですけど、もっと撮影とかこだわらなければもうちょっと早めに歩けるかなと。いやー楽しかった、めっちゃ良かった、すんごいちょうどいい、きつくなくっていう感じで戻ってきました。お疲れ様ね、お留守番ありがとうございました。ということでモンキーをねまた登山口の方まで回収しに行く前に、はい、せっかくのカナリアパークちょっとゆっくりして、カフェもあるのでご飯も食べてから行きたいと思います。ここは北のカナリアという映画のロケ地の跡を観光スポットとして改修したところですね。もう雲隠れしちゃったけど、利尻山と小学校の校舎、綺麗な校庭、とっても良い景色です。中には当時の撮影時のセットや、本当にね、校舎、教室、そのまま残ってます。主人公の吉永小百合さんの映像パネルとかね、いろいろ置いてありますよ。回収完了。待たせたな。さあ、ということでモンキーちゃんも回収したところで、さっきハイキングコースの上から桃岩を見た時にね、もっと裏側から西側からの方が桃っぽく見えるんだよねっていう話をしたと思うので、そっちに行ってみよう。はい、ということでレッツ新桃岩トンネル、全長1489メートル。これが南部の東と西の集落をつなぐ唯一のトンネルですね。2016年に新しく開通されたところで、これができる前まではもっと小さいトンネル、今は閉鎖されているところをくねくねと峠を通りながらこう狭い道を行き来して大変だったみたいなんですよね。ということで 1.5 キロ先に広がるのはドーン、西側の集落、元地側にやってきました。うーん、桃岩、やっぱこっちの方が桃っぽいよね。10分で利尻島に到着します。いや楽しかった。また次レブンに来るときは今度は愛とロマンの8時間かな。はい、ということで次回利尻編。